皆さん、こんにちは。今回もスプラックスプレイングサッカーのシャッフルモードですね。世界中の選手からランダムに選抜して、世界にたった一つだけのチームを作る。やるたびに完全に新しいチームが出来上がります。はい、ゴンサロなんとかですね。ポルトガルの選手。スピードはあまりないけど、フットワークがついてますね。動き出しも82と。はい、コートジボワールのジェルビーニョがいますね。スピードフットワークに優れた非常に足の速い選手ですね。ボールタッチとドリブルのステータスも高いと。はい、動き出しもついてますね。一方でシュートはあまり得意じゃないですけどね。まあ、ウイングで使って縦に破るサッカーですね。これができそうですね。メキシコのサイドミッドフィルダー、カウンター動き出しがついてます。ブラジルコーチーニョ、バルセロナ FC 所属ですね。まあ、ステータスね、改めて見ると、まあ、スピードはないけど、フットワークは高いと。で、ボールタッチ、ドリブル、キープ、パスと。はい。まあ、キープ力もね、高いっていうのが、使う上でもね、一つの、特徴ですね。まあ、パスサッカーをやるときにね、前線でボールを持てるような、そういう選手かもしれませんね。はい。あ、ブスケッツ使える。はい。守備意識、インターセプト、プレスと。はい。世界最高クラスのディフェンシブミッドフィルダーですね。デリチェスみたいな人、アルゼンチンの選手。ベルギーのセンターバック、ロカグアン、アルゼンチンセンターバック、ナイジェリアのサイドバックの選手、クロアチアのディフェンシブ、センターバックの選手ですね。これはブスケツを前にするのかな。はい、まあ、こうするとなると、真ん中はプレッシングマンが一人欲しい。この人ですか。はい、キーパーイングランドのピンクフォード入ってますね。で、控えが森重、武藤義則、大島良太、久保優也の方と。なるほどね。どうしようか。ゴンサロ外れますかね。久保入れたら、で、大島を入れると。森重も入れてもいいですけどね。はい。これで、サイドが一人欲しい。あ、森重外れるのかな、これ。いや、どうしよう。この人ちょっと避けますか。ナイジェリアの選手ね。で、まあ、あえて入れるとすれば、ゴンサロですか。はい。いや、ちょっとこれ、そうか、センターバック入れた方がいいのかな。ここが不満ですね、若干。大島はこの位置でいいんですよね、多分。まあ、そうですね、ブスケッツが中盤でね、支えになってくれればいい感じだと思うんですけど。まあ、これも考えられますけどね。これだとやっぱり中盤のプレッシングがどうしてもね、足りなくなってくるんで、ですよね。はい。これで一回やってみるか。まあ、あとセンターバック入れる手もありますけどね。はい。まあ、これで一回どうなるか。久保と武藤のツートップ。相手はウルグアイを引いちゃいましたね。そうか。ブスケツロングフィードないのか。武藤。いや、これ全然崩せてないんですよね、今の。いやー、でも、武藤の足元掘り込んで1点と。はい。急に1点取りましたね。今、ちょっとその前の崩しの段階がね、だいぶ悪かったですね。まあ、ボールホルダーのね、前に人がいないと崩せないと思うんですけど。うん。ちょっとこの辺、拙いプレーですね。はい。ブスケツがスレスに当たりに行きます。チームメイト同士ですね。はい。奪って、一回キープと。で、右を使います。ジェルビーニョ。いやー、スピードがありますね、これ。はい、あっさり破って。もう、自ら行けんのかな。いやー、ループシュートだけど。いやー、ちょっと今ね、ウルグアイのキーパー飛び出しミスがあったんで、ループしましたけど、入んなかったですね。はい、ブスケツが奪います。ジェルビーニョ使います。自らシュートは大きく枠外と。はい、久保がプレス。スアレスに対して、はい、ブスケツがカバーニに当たりに行きます。はい、ブスケツがやっぱりね、相当活躍してくれますね。はい、ウトを使いますね。まあ、こうなるとジェルピーネの位置がちょっと低いですよね。で、奪われると。やばい。はい。まあ、これ大丈夫ですね。はい。ジェルビーニョが、縦に切り裂きます。いやー、やっぱりね、センターバックが硬いですね。
はい、大島が当たりに行きます。ブスケツからジェルビーニョと、ファー狙って、いやートレイラーやばい、カットされまくってる。はい、いやちょっと中盤硬いですね、やっぱり。ゴディ、ヒメネス、トレイラーですね。この3人がダイゴナルパスをね、全部カットしてくるんで、ちょっと崩しきれてないですね、今のところ。ゴンサロ下げちゃうか。下げたらどうなんだろう。いや、コーチーニョ誰ですか。こういうこともあんのか。あ、でもこれだとそうか。一人多いのか。いや、これ、迷いますね、これ。ダメか。センターバック無理やり置くとすればね、このアルゼンチンの人ですよね。まあ、サイドは使わないとして、あれ？あ、この人もいるんだっけ？あれ、どうなってんだ、これ。あ、じゃあこれでいいのか。そうですね、一人帰るならこれで。まあ相変わらずこれですけどね。まあコーチーニョが聞いてくれれば得点の目もより出てくるのかなっていう感じですけどね。もう右はジェルビーニョでね、崩しちゃいます。はい、久保がプレスいきます。まあ武藤が行ってもいいですけど今の。はい、ブスケツが奪って、久保に当ててコーチーニョからゴンサロ使いますがカットされますね。はい、ブスケツが奪って久保の甘いボールタッチですね。ただヒメレスに奪われると。いや、なかなかやっぱりね、硬いですね、本当に。はい、ラストバスにちょっと仲いなかったですね。はい、まあやっぱりウルグアイね、スピードがないのが一つの。スアレスがね、ボール持たれてもそこまで怖くはないかな。うん、いや、トレーラーコーチニョ、はい、ちょっとコーチーニョ使わないと勝てないですね、これ。はい、ゴンサロから折り返し。いや、強い。硬い。はい、最後ね、コーチーニョがボール奪ってなんとか1点ですね。まあ、トレーラーのね、裏を取るとしたらコーチーニョしかいないんですけど、なかなかコーチーニョ使い切れないですね、やっぱりインサイドハーフだと。はい、ヒメレス。いや、これ奪わないと。やばい。はい、なんとか奪って。一回下げます。ブスケツ、コーチーニョ、ロングフィード、ジェルビーニョと、はい、突き刺して自らシュートは打ち切れないと。はい、クロアチアの選手がプレッシングいきます。暴れましたね。はい、コーチーニョから斜め入れて、頼む。いやはい、ヘディングは惜しくも枠外でした。はい、武藤が奪いました。あー、持ちすぎ、持ちすぎましたね今。はい、いやー、ベンタンクール。はい、スアレスに、アプローチします。はい、まあね、なんとか得点失点はね防ぎましたけど、 2-0 ですね。ちょっと攻撃がねやっぱり、決まりきらなかったですね。ウルグアイね、まあ、スアレス、カバーニー硬いんですけど、トレイラー、ヒメレス、ゴディンと、ここのゾーンもね非常に硬さを見せてますね。はい、まあ、ゴディン、ヒメレスね、非常に強力なコンビネーションですね。なかなか、簡単なプレーでね、崩しきらないとやっぱり得点には至らないかもしれませんね。はい、今回ちょっとね、まあ、ゴディン、ヒメレスあたりに引っ掛けるようなパスが多くて、あまり効果的な攻めね、できなかったですね。ジェルビーニョね、やっぱりサイド破っても、そっから次の、破った後のプレイですね。縦には突破できるんですけど、その後ね、クロス上げるにしても、パス出すにしても、あるいは自らシュート打つにしても、その辺のね、能力が、ちょっと不足してるかなっていう感じですかね。はい。突破能力ね、非常に素晴らしいんですけどね。はい、ちょっとその辺の難しさがあったと思います。で、まあ、あとね、2トップ、武藤義典、久保優也ですね。久保はね、できれば得点が欲しかったところですね。武藤やっぱりね、まあ割と器用にやってくれたと。まあでも今回ちょっとね、フォーカスしなかったですね。本来ならもうちょっと、まあ守備的タスクみたいなものを背負わせて、よりね、まあタスクを増やすほど、彼のね、ユーティリティ性が発揮されるかなと思いますね。はい。で、まあやっぱりコーチーニョがちょっとね、うまく使えなかったのが残念ですね。
ウイングで使ったのがいいのかもしれないとすらね、思うくらいの。そうですね。まあ、やっぱり動き出しの部分ですかね。そこと、まあ、あと細かいね、かわしですね。ここをやっぱり、インサルハーブで使うとなると、ウルグアイのね、トレイラーをどうしてもかわさなきゃいけないんで、あとまあ、ヒメネスに近いアプローチされないとかね、その辺の、細かい部分ですね。まあ、なかなか難しいのかもしれませんね。はい。ウィングで使えばもう確実にね、ボールキープはできるんで、起点になってもらって、それで何かやるっていうね。はい。そういう戦い方も考えられたかもしれませんね。はい。ね、MVP はブスケツと。はい、間違いなくね。まあ、ディフェンス面で特に。もう一人でね、中盤のプレッシング全部やってくれるぐらいのね、はい。類まれな能力だったと思います。まあ、ブスケツね、センターミッドフィルダー一人にして、大島をね、より攻撃的に配置するでもあったかもしれないですけど、まあ、若干ツートップが怖いかなっていう感じですかね、それだと。はい。まあ、その辺はね、いろいろ手段はあったと思いますね。で、まあ、大島亮太あまり良くなかったですね、今回は。まあ、中盤の安定させる役割だったんですけど、今回ディフェンシブミッドフィルダー多めに入ってたんでね、はい、ポジションの融通が効いたという話でもないですからね、なかなか難しい立場だったと思いますね。はい。っていう感じですかね。まあ、ウルグアイね、やっぱりサイドのスペース、ここね、うまく使えば、まあ、今回、ジェルビーニョがね、この辺でよくボール受けてましたけどね、なかなか、相手の攻撃をね、止めるのが難しくて、簡単にね、アタッキングサード、侵入許すと思うんでね、はい。そこがまだ残る課題ですね。はい。というわけで、今回はサッカー、ウルグアイ代表相手に2対0でした。また次回、シャッフルモードやっていきたいと思います。今回はこれで失礼します。